最近挨拶が雑だと言われています。というわけでゆっくりやっていきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあというわけで待ち盛り実況続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっと待ち盛りも久しぶりになるんですが、ちょっと釣りの続きをやっていこうかなと思います。釣りの続きって言っても一応ね、虫コンプリートして今魚のところに行ってるんだけど、ここの部分ですね、この前半の部分があまりに何もできてなさすぎるということなので、ちょっとここら辺を制圧できていけたらなと思ったそばから逃がしていく。まずは川の魚から行きましょう。もうどうせ海は楽勝じゃ楽勝なので、とりあえず川から制圧していきたい。よし、まずは1匹目、ブラックバスね。ブラックバスは釣っているね。これなんか新しくゲットしたみたいな言ってくれたらすっげえありがてえんだけど、そういうこと言ってくれないもんな。オイカワフナ、ウグイ、ニゴイ、コイ、あとニシキゴイとかが欲しいんだよ。オイカワフナは捕まえてるから、あとウグイとニゴイ、あとコイ。コイは捕まえてるな。コイは捕まえてるから、ニシキゴイとか。あ、でもニシキゴイとか夕方から朝なのか。金魚は？金魚は一日中出る。デメキンも一日中出るから、そこら辺釣っていこう。金魚って普通に川に出るよね。こういう小魚とか釣ってたら、金魚にならない。最悪。ここの下に行った。わかるかな？音で判断しよう。来たー！天才か？おー！お前かよ。フナって案外小さいんですね、影は。これ絶対金魚でしょ。もっと小さいじゃん、さっきより。やっちまいな。あ、来たー。グッピーって何？グッピーは知らんな。どこだそれ。グッピー序盤にいると思うんだけど、これじゃないな。グッピー、グッピー、こやつか。結構レアなんじゃないですかね。オッケーオッケー。まあまあこんな調子でちょっと図鑑に載ってない魚を一刻も早くコンプリートしていきたいところなんだけど、案外ね、昼に出るやつって少ないのよ。金魚釣りたいんだけど、でも金魚の出現頻度見てたら結構低いみたいだね。それ聞いて、ちょっと釣れが、濁い釣ったよな確か。金魚が低いってどういうこった。まあそんなに確かに夏の屋台とかでしか、お祭りの屋台とかでしか見たことはねえけどよ。さすがにこれ金魚にしては大きすぎるもんね。誰？追川か。ここら辺は釣ってんだよな。ちょっと夕方にしていい？夕方の方が多分釣ってないやつ多い気がする。まず一旦夕方にしよう。よし。冬にしました。やっていきましょう。もうなかなか冬やってなかったし、いやー、雪が降ってるってことはワンチャンシーラカンス出てくるかなっていうのもありますので、ちょっと冬にやっていこうかなと思います。全然、なんかめっちゃ雑草生えてるじゃんか。これなんでかっていうと、なんかパロンチーノに合おうと思ったんだよ。本当はなんかパロンチーノに合うネタをやろうかなって思ってたんだけど、残念ながらパロンチーノ出てこなくって、こんな感じでした。一応時間移動したら、誰だ、タナゴか。なんかね、パロンチーノは全部の村共通らしいんだよ。だからその出たっていう日を言ったんだけど、残念ながら、あー、ミスったー、出なかったっていうオチでございます。で、そのね、出るっていう日が2008年だったのよね。2008年だったから、その2008年にして出なかって、で、まあ2019年に戻したという感じでございます。その結果こんだけ雑草が生えました。追い盛りだったらもっとひどい状態だっただろうな。なんかシーラカンスとかいない？シラカンスじゃない？違うわ。あれ、スズキか。魚な、虫と違って、釣るまでわからんからな。
とりあえず全部釣るか。あともう一回。オッケーオッケー。誰？ワカサギ。ワカサギ。なんか同じもんばっかり釣れるな。ウグイか。ナイス。ウグイ釣れたのでかいよ。ウグイがね、釣ろうとしてたところの、ここだね。いるから。え、俺、ウグイって釣ってなかったよな。え、ウグイ釣ってなかったはず。釣ってたら、はずい。おー！ちょうちんあんこ！いやはや、海の底からようこそ！ナイス！ちょうちんあんこを釣れたのはでかいぞ。立派なキノコ。なんで立派なキノコ？で、土壌も捕まえた。ニゴイも入ってるはず。いや、でもちょっと不安だから置いとこう。魚、なんか最近全然やってなかったからな。虫取りはね、あんまり期間空けずにガンガン捕まえてったんだけど。でも、ちょうちんあんこをここで手に入ったのはでかいぞ。どっちだ？カレイか？いや、ヒラメ？ヒラメか？わからん。左向いてる方がヒラメだよね。釣り上げていく。あ、イエローパーチ。イエローパーチも釣った気するな。あそこに泳いでるやつって捕まえれる？上から竿投げないと捕まえれないよね。これ下に潜られたら結構釣るの大変なんだけど。下ー、厳しい。あと一回。オッケーすごいところから釣り上げたが、ウグイか。ウグイって結構手に入るんだね。でね、欲しい金魚に関してなんだけど、売ったら1300ベルらしい。そら、出現率も低いわな。野生の金魚とか、まあ見たことねえよ。ヒラメ。ヒラメか。おいかわじゃない。ワカサギか。川の魚もほとんど捕まえきった感あるな。全然捕まえてないんだけど、多分残ってるのは、レアな魚、な感じするよね。だよな。なんかほとんど捕まえたもんな。まあまあ、ちょっとですね、今回はとりあえずこんだけ釣り上げたんだけれども、あんまりお目当てのものは手に入らなかったということなんですが、ちょっとですね、まあ、裏でも進めてはいるんだけれども、まあとりあえずこんだけ釣り上げたということで、最後に、まあ魚寄贈して終わりましょうか。久しぶりにマスターのコーヒー飲みてえな。よし。寄贈するで、まずは、これなんか寄贈したやつさ、こういう感じで暗くなってくれたらいいんだけどね。どれ寄贈したかわからなくなる。まずは、ちょうちんあんこ。ちょうちんあんこの特徴といえば、一夫多妻制ですよね。一人のメスがたくさんのオスを養っているのです。あ、そうなんだ。オスを養ってるの？知らんかった。オスは特に餌を取ることもなく、ただメスにくっついてるだけ。ちなみにこのちょうちんもメスにしかありません。へぇー。世の中にはいろいろな夫婦の形があるものなのですね。あ、そうなんだ。それは知らんかったな。一夫多妻制なんだって。夫何もしなくていいの。ぐうたら生活。ヒラメって寄贈した？あ、ヒラメ。変身上手のヒラメですが、なんと最大で100センチくらいまで成長するそうですよ。まさに海のマット。ちっちゃい時に捕まえといてよかったですね。マジか。100センチって結構でかいよな。じゃあ次がグッピー行きましょう。ほう、グッピーですか。グッピーはですね、色も形も派手なオスの方が有名ですけど、よく見てみると、メスと同じ模様だったりして、実はペアルックなのです。本当は仲良しなのに照れて隠してるみたいで可愛らしいですよね。そういう見方ができるフーとはお前も可愛いよ。で、次がですね。ほう、ウグイですか。どこにでもいて釣り人のお目当てを邪魔するので嫌われていますが、結婚の時期になるとお腹がオレンジのストライプになるんですよ。ウグイだってたまにはおしゃれして表舞台に立ちたいんですよ。こんだけいっぱいいるのに。けなげですね。次が、オイカワ。
タナゴ。ほう、タナゴですか。タナゴはよく熱帯魚と一緒に飼われたりしますよね。昔はお金持ちが自分の池で釣りを楽しむ魚として人気でした。お金持ちのあれだったんだ。オイカはやったよな。フナもやった。ワカサギも多分やった。イエローパーチも多分やったよな。前回やったはず。あ、やってなかった。よかった。イエローパーチですか。背びれのギザギザがハードボイルドなイエローパーチですが、赤ちゃんの時は敵から身を守るために水草を真似て逆立ちしているんですって。ハードなヒーローは小さい頃から切れ者なのですよ。へえ。あとはニゴイは、ニゴイフナ、フナってやったよな。確かフナやったはず。あー、フナやったな。と、ニゴイは一回メモ、あ、ニゴイやってない。ほう、ニゴイですか。ニゴイって持ってるパーツは鯉と一緒なのになんでか地味なんですよね。同じようにヒゲが生えていてもニゴイの方がちょっと短かったり、憧れの芸能人の真似をしちゃったファンといったところでしょうかね。まあモノマネ芸人とかもいるもんな。そう考えたら可愛らしいものじゃないですか。ヒラメやった、ウグイやった、ニゴイやった、オイカはワカサギとかやったよな。あ、ワカサギやってない。よかった。全然やってないじゃん俺。ほう、ワカサギですか。ワカサギといえば冬の湖でする穴釣りが有名ですね。氷に丸い穴を開けてそこから釣り糸を垂らしてじっと待つ。私寒いのが苦手なのでやりませんけど。確かに俺も寒いの苦手。あとは特に大丈夫だよな。大丈夫なはず。多分大丈夫。 OK です。 OK です。というわけで最後にちょっとマスターのコーヒー飲んで終わりましょうか。ちょっとメモらないと忘れそう。ちょ、本当にできれば暗くなってほしいですね。もう一回寄贈したやつら、アロワナとかでもドラゾとかがピラルクとか、ここら辺寄贈できてるのはだいぶ大きいし、最後のここのちょうちんあんこを今回ゲットできたのかなり嬉しいなと思います。最後にいつものでよかったですか。一杯200ベルです。あったかいコーヒーを飲ませてくれマスター。普通のお客さんには出さない最高の豆を使いますからお楽しみに。そうそう、ピジョンミルクお入りになりますか。お願いします。じゃあ入れときますね。OK です。というわけでですね、ちょっとしばらく釣り頑張っていこうかなと思います。裏でも一応進めてはいるんだけど、なんかそれと収録中のあれでたまに被ったりして、なんかどれを寄贈したのかっていうのを忘れてしまうんですけれども、まあこの調子でやっていこうかなと思いますんで、楽しみにしていてください。今回はこの辺でやっていきましょう。じゃあな。白缶釣りに行くか。